はい、どうも、お疲れ様です。こんにちは。またちょっと話を聞いていただきたいんですけども、はい、いいですか、お時間。大丈夫ですよ。はい。三島のクイズゲーム研究会の発足&今後についてということですね。ちょっとまとめさせていただきましたので。これはクイズゲームやる時の名義いいな。そうです。三島のクイズゲーム研究会をここに発足します。はい。言ったでしょ、俺の夢は、クイケンに入ることだ。研究員は現在2名です。はい。会長は、あなたです。俺じゃない。副会長。聞いてないよ。副会長は私です。なんで、なんで。いや、俺さ、あれでしょ？なんかさ、リーダーとかさ、なんか、引っ張っていくタイプの人間じゃないじゃないですか。はい。どっちかっていうとさ、その、補佐的なさ、感じの方がそれは納得しなくもないけど、なんかこの動画の中だと俺が、うん、無理を言って付き合ってもらってるからリーダーっぽく見えるかもしれないけど、そんなこともないんですよね。そうですね。実際なんかみんなをまとめていかないといけないみたいな立場になると俺何も言えなくなるからこの人はあれだからうんうんって言ってついてきてくれるからあれだけど、なんか反論とかさされると俺黙っちゃうからそこをね、納得させて進めていくことっていうのはね、なかなか難しいんですよ、私は。なので、まあ、副会長がいいかなと思って。別に。三国志で言うとさ、あれ、ね、バタイみたいなね。いいとこ取ったなぁ。いいとこ取ったなぁ。そうですね。やっぱね、会長とかね、リーダーとかになってくると、ドカッと座ってて構えてくれるっていうような。ギエンのようにね。お前、ギエン。俺切っちゃうじゃん。ここにいるぞって言って切っちゃうじゃん。最終的に切り殺してくれる。まあ、この、義援とバタイのね、名コンビでね。やっていこうかなと思ってるんですけど。じゃあ、会長と呼びますね、これから。はい。よろしくお願いします、ね。動画中でも会長って呼ばれるの？わかんない。俺の気が向いたらそう。覚えてたらそう呼ぶ。わかった。はい。とりあえずわかった。活動内容としては、ミリオネを今やってますが、はい。いろいろなクイズゲームに挑戦していきたいと思ってます。はい、いっぱい用意してます、私。ただ、当面はクイズミリオネで1000万円か。を目指していくつもりです。はい。たまいつまでかかるかねと。運次第ではすぐにでもね、それ。運次第。だからね、俺考えたんだけどね、この間11問目でさアウトだったじゃない。間違えたね。ただたまたま11問目でわからない問題に当たって終わったというよりは、もう8問目あったから全部わかってなかったからね。ライフラインに頼ってね。総動員してね、ライフラインを。なんとか11問目まで進めたって。そうだね。だからちょっとね、今の我々の実力だと、なかなかね、うん、1000万は遠いのかなと。ただね、俺はね、社会に出てね、思ったんですよ。多分大人って偉いなって思って。うん。大人、何が偉いかって、何でも知ってるから偉いわけじゃないんですよ。うん。何かね、その困難にぶち当たった時に、自分のね、足りてないものを客観的に見つめ直して、で、じゃあどうすればいいんだっていうところを考えて前に進んでいく。問題解決力。すごい、ね。タフさ。そうだね。そういうことを持ってないと仕事できないですからね。言うからには。そうですよ。我々、まあ、前回の反省等を生かしてね、はい、進んでいきたいんですよ。研究員、特にクイズに強いわけではないです。はい。はい、まあ、群馬の二丁と。我々と。いえどね。刺し物我々でもね。あれ、一丁。まあ、二丁も別にクイズに強いわけじゃないからね。これね、まあ、三国志のさ、三国志演技場では活躍を。三国志のさ、人たちってさ、なんか、書物とかに通じているから、簡単にポン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 計略が浮かんでくるみたいなさ、言われ方をするけど、別にさ、関係ないよね、書物と。ないと思うよ。ものを知ってるっていうのってね。起点も聞かせるって基本としてのなんか水準の高さみたいなのはあるんじゃないかな。だってさ、あれでしょ、あなたなんてのはさ、年に何冊ぐらい読むの？100はくだらないと思う。100は確実に読む、うん、そうだよね。それを何年も続けてるわけだよね。そうだね。なかなかの二丁ぶりだよね。そうね。なのにさ、あれでしょ、ドラえもんやろうってさ言われてさ、のこのこと出てきてさサイレントヒルをやらされてるわけでしょ。関係ないんだよ、だから、書物に通じていることと。あ、そっか。希望はね。まあ、でもまあ、
我々大人ですから、自分たちの弱点を、ね、見つめ直し克服していくことで目標を達成したいと考えておりますよ。今今回にバカにされたのをスルーして進めていこうかな。バカにしてないよ。はい、弱点の克服ということで、前回の動画見ました？うん。俺がね、編集でこれは弱点、俺たちの弱点だなと思ったことをいくつかね、はい、出して、はい、第1回の挑戦で浮かび上がった我らの4つの弱点。弱点その3に目がいってしょうがないんだけど、弱点その1 まず英語ちょっと弱かったね。英語わかんなかったね。クレーン車、うん、答えられなかったね。ここは行きたかったよね。弱点その2、芸能。でもだんだん芸能弱かったね。ついてるよね、ライフライン、うん、そうだね。使ったんだな、弱点その1で使ったんだなっていうね。ジャクソンそのさ、モンツァサーキット。これもうわからない。これ響きで、だからね。ジャクソンその4、ムード歌謡。ここで、我々、前回のちょっとストップしてしまいましたから。ね、2と4は通ずるところがあるんじゃないかな。やっぱこの4つの弱点を克服していきたい。うん、はい。でも我々、あれですから、うん、2人組ですから。はい。2人組っていうか、まあ、集団ですからね。そのクイズ研究会っていう会ですから。2人で、まあ、手分けして、弱点を克服していきたいと。考えており、まあ担当を割り振りたいなと。出た、まあ、出た、よく聞け。仕事のプレゼンみたいになってきて嫌だな。はい、はい、4つの弱点克服に向けて、まずモンツァサーキットですが、これは俺がやる。モンツァサーキットはモンツァサーキットってググったら終わるじゃん。だってモンツァサーキットは俺に任せておけ。おお、はい、その代わり、いや英語を頼む。広い広いよ。だいたい会長とか社長ってさ、違うじゃん。え？振る側じゃん。仕事。何振るって。二人しかいねえんだよ。俺たち。お前、お前。残り、ムード歌謡も、俺がやる。狭いよね、その代わり。その代わり芸能は、会長。芸能相当かかるようだって。一応頼む。とりあえず一旦ですね、まあ、仮ですけどね。一旦この体制。会長が英語と芸能、副会長の私百万鉄がモンザサーキットとムード歌謡を担当する。俺の担当2文字しかないよ。いいじゃない、2文字、合計4文字ありますよ。俺なんて文字数多いからね。これ文字数多ければ多いほどこう狭まってるよね、普通言葉の意味って。お前会長なんだぞ。会長ちょっとな、重めの責任を背負うぐらいは、ね、いいよ。ご教科1個入っちゃった。まあ仮ですから一旦ね。そうですね。これでやってみてちょっと無理があるなってなったらまた考えますよ、それは。はい、まあ、こうやってね、弱点を一歩ずつ一歩ずつ、しかし確実に克服していくことで1000万円に確実に近づいていけるはずです。以上。おお、終わりか。頑張ります。終わりか。なんだこの動画。わかりましたか、会長。言ってることは分かった。うん、今後頑張っていきましょうね。そうだね。とりあえず英語をお願いしますね。スピードラーニングかな。じゃあこの後、この後すぐ挑戦するので、この担当割はあんまり効果を発しない気もしますが、今回収録には意味ないですね。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様でした。